お父様、やっと田植えの季節になりましたね。これで一旦戦はしまいだな。おお受け止めてくれてもいいのに。え、なんだ小僧。小僧じゃありません。で、そんなことより上杉が攻めてきました。すぐにお支度を。け、別れの挨拶ってか。さあけ、律儀な奴らだぜ。姫様も戦に出るんですか。そうよ、カイ。国のみんなを守らないと。家族のため一丸となって戦う、それが北条の精神。おい三郎、とっとと来やがれ。あ、はい。カイだって大切な家族よ。え、え、姫様、今なんて言いました。ねえ、ちょっと。時は戦国時代、関東では相模の志士北条氏康が台頭。関東管領上杉憲政は領国を追われ、越後に逃げた。越後の上杉謙信は憲政を庇護し関東へ出兵。北条家の所領周辺に長期布陣して氏康を牽制していた。やがて農繁期が近くなると謙信が動く。氏康と決着をつけるべく北条の本拠小田原城へ進軍。だが氏康は慌てず騒がず籠城策を取る。氏政、三郎ら息子も、早川殿ら娘たちも即座に従った。大思いの獅子は家族の絆と団結力で越後の竜の苛烈な攻めをやり過ごそうとしていた。関東の将、関東防衛戦。攻めてやる必要はねえ。守りを固めて反撃の機を伺え。父上、剣士の本は確か守り抜きますと。
さすがは富楽の剣城、見事。次の戦、ここに示さん開門。これが上杉の力か。それは危ない。警察なんかさ、私が守ってみせる。この兵糧を届けねば。なぜ相手となる。さすがですね。